はい、オッケー。あと編集で、編集つなぐから、編集つなぐから俺。どうもんちー、どうもんちー、ランページもんちーのタタ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 タやってきましたね、桜。本日は桜を見に行こう会でございまして、パチ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 。そして山に来たよ、はるばる。桜は年に1回しかないからな、はるばる来なあかんねんや。ほんまそれやで。はるばるやで、はるばる。はるばる来たで、はるばるやで。産業高校前っていうなんかところに桜がいっぱい生えてるらしくて。おう。そこに向かっておる。奇遇奇遇。うちもそういう経験やってさ、昔したなバイトがさ、むっちゃ気に入らんくて間違ったとこでバイトしてしまって、あ、ね、あ間違ったと思ってさ、やめようと思って店長のところに行ってやれ、勤務中に店長のところに行って、ちょっとフィリピンまでトイレ行ってきます言うてやめ方がすげえわ。だからそういう経験と似てるなと思って。似てないわ何の話してたんかわからんぐらい似てないわ。やめ方がフィリピンまでトイレ行ってきますやったらさ、今頃店長フィリピンからそろそろ戻ってこんへんかなって思ってんじゃん。それやと本当にその店長はアタオカやでアタオカかもしれんけど、お前もアタオカやで。もうポポタンいっぱい咲いてる。タンポポやって。ポポタン、うわやばいやばい、ペットボトルだ。うわびっくりした。どうやった、びっくりした。びっくりしたって言ってるやん。あ、本当か嘘かわからない本当の話しようや。じゃあ本当やん本当の話やな、それ。どっちでもいいよ、嘘ついたら人間性出るだけやから。何やねんそれ。じゃあ妹の集団下校の話をするわ。これマジでほんまの話やねんけど、その時俺小6ぐらい で妹が何年生かにおって、うん、俺がその集団下校の隊長みたいなやつやってんやん。隊長してた。隊長しててん、そのおっけ集団下校グループの妹で同じ家から絶対同じグループになるやん。集団下校しますってなったら点呼取るわけやねん。初めて妹が集団下校グループに入ってきた時ですよ。点呼取った妹だけおらんかって、え、妹おらんやんってなって、妹の教室を見に行ってもおらんくて、先生に聞いても、え、集団下校のグループに行ったはずですよってなって、でまさかと思って家に電話かけたら一人で帰ってた愉快やな。あいつだけ帰ってたっていう。え、これじゃない、これもなんかスポットかもしれんけど、これじゃないね。え、あそこすごかったな。うん、ちょっと話に気を取られすぎとってさ、え、回るここ。絶対だって今する話じゃないなと思いながらしとったもん。もう作ろうになと思いながら。ごめんな、面白かったわ。面白かった、面白かった、めっちゃ笑った。全然笑ってなかったでお前だけ行くパターンやな、これ。あ、あーとか言うのが言った。止まれよ、止まっとけよ、どっか。おお、来たおかしいやろ。わー、綺麗。テンション、向こううっすら見えたん。え、もううちだけ行ってんで、勝手に。いや、なんやねん、お前一人だけ見に行くなや。おお。でしょ、これですか。これですね、おそらく。綺麗ですね。これですね、多分。うん。いやー、ハローワーク笹山もあることですし。あるけどもいや、あるけども、就活もできて桜も見れる。あ、すごいですね、いいですね。なんと言ったらいいのかよくわかりませんね。おお、お、お、左が終わった。終わったそして、右も終わります。終わりました。終了。そんなになかった。そんなになかったけど綺麗だったね。なかった、よかったね。まあ、わざわざ笹山まで来たからこれで終わりませんよ。そうですね。え、こいつなんか曲がり出したで。 なんで直感で曲がり出したよこいつ。お、そんなことある、こいつなんで曲がったの。わー、綺麗ですね。え、何が綺麗ですねって出てしまったけど、何が綺麗なんやろ。泊まる？笹山城行くのに次。ま、とりあえず泊まりますか。え、泊まったら何なんの？ナビ見ねえ。え、次なんかあるん？笹山城って言ったよ今。え、笹山城行くん？うん。はよ止まれや。こいつはいつ止まんねん。ブレーキ外れてんじゃんか。あ、ここ。え？ここ。
ここ駐車場はこちらって書いてんもん。いや何の駐車場か分かって入った。え、なんかいちごって書いてるから。お、いちご直売所。待って、いちご直売所、いちご狩り終了しましたって書いてるやん。え、待って、終了しました。うん、終了してもう。炊き方が独特。ほんま上ないショック。じゃあ、秋竹城行きますか。秋竹城じゃない、秋竹城じゃないから、笹山城。どちらですか。どっちやろこれ、全然わからんねんけど。東に進むって書いてあるんだけど、北が太陽の方やから太陽を探せばいいか。北が太陽の方な。上にいますね。っていうことは上に行かなあかんな。は、まあ、とりあえず向こうから来たし、こっち行くか。それがいい、そうしよう。一回じゃあそれ出てみて、反対やったらうち反対行くわ。それはおもろすぎるやろ。どう、反対やったー。よっしゃ、じゃあバイバーイ。おかしいやろ。さよならー。さよならちゃうわお前。向こう、向こう。あ、こっちっすか。向こうっすよ。大体だからここ変な道こう入ってくるからおかしいことになんねん。私のせいですか。ああ、そうやってないでも私のせいにするじゃないですか、いつも。いや明らかに入ったやんこっちに。これ止まったら右見て左見て左見て右見て、あ、行かれへんってなったら行かれへんし。あにゃさーすけきー。なんか今の声で頭痛くなった。うちもなんでやねん。うちなんてダブルパンチやからな、声も痛いし耳も痛いし。え、大丈夫、なんかここ手入れれるけど。いや入れんでいいって。いやもう着くよ、もう3分ぐらいで笹山城に着くということです。現場から以上です。え、マンションですか。いやマンションじゃあ知るやろうが。でも城って言ったら、うん、でかいでしょ。でかいよ。じゃあ絶対見えるはずでしょ。まあそうやな、なんか城下町っぽい感じになってきたよ。どこないですか笹山城。スラム街ここ。ええ、スラム街って言った今。スラム街ちゃうわ。笹山城や。どうやったらスラム街に聞こえんねん。おお。あ、やばいな。ですね、これ。これやばいわ。どうしました？これやばいわ。どうしました？駐車料金取られるから、うち止まらんわ、絶対。やばいですか？うん、どうする？これどうする？まっすぐ、まっすぐ。まっすぐ行きます？まっすぐ行きましょうか。ただなんかな、これ。わかりません。200円ですね。いや、お金は払いたくないんですよね。あ、見えますもん、見えますもん。お金は払いたくない。駐輪場200円って書いて。駐輪場200円やったで。だってね、いいの、聞いてくれる、聞いてくれる。何何、ちょっと聞いてくれる、うん、お財布持ってくのまずい。いやー出た、ここに来て。え、なんで来たんじゃこれ。ああ、そんなことあります。あります。え、笹山城って城なくね。あれあれ、あの塀の上のやつじゃん。あれもっとさ、なんか石垣の建物自体がでかいかなと思ったらそんなでかくないやん。なんでー、なんでかな。ちょっと考えるから 2,3 時間ちょうだいな。いやいやいらいらいら、考えるわ。関係んでいいって。うーん、なんでやろ。ググれ、うん。いやよかったね、うん、笹山の旅、うん、よかったね。え、これで終わり、笹山の旅。そうですね、まあ、笹山城の情報はきっとこの辺に書いてあるでしょう。この辺、ね、そうですね、この辺に書いてあるんです。この辺に、この辺に書いてますね。この辺に書いてるでしょ、この辺に。ふむ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 。あ、なるほどね、なるほど。ふむふむ。いや来てんやから入れや、笹山城って感じやけどな。入りません。入らないんですね。入りません。美術館あるよ。入りません。入らないの。だって今日財布持ってきてないよ。だって今日財布持ってきてない。免許しか持ってきてません。やばいやろ。あの人絶対お腹空いてどっか飯食いに行きたいタイプや、これ。とりあえず早く動画を切り上げて、早めさっさ飯食いに行こう思ってない、あいつ。人の金で飯を食う。人の金。うまい。じゃあ、この辺で、笹山の旅も終わりです、ということで。そういうことですね。まあ、最後に、玉里さんの希望で、あそこの桜並木に突入しながらエンディング映像といたしましょうか。はい、お、やったー、行こう。行きまーす。イエーイ。入れますね。ここの方が入ってくださいと。そこじゃないですね。そこじゃない。そこじゃないですね。そこじゃない。私間違えた。間違えた。三万目。お疲れ様です。お疲れ様です。さよなら。はーい。いや、ここめっちゃいいわ。
ここええで。ここ写真、ここええな。うん、写真撮るのにめっちゃええよこれ。残念やったな。うん、バイバイ。こっち入ったらよかったのに。うん、はい、さよなら。さよなら。入るとこ間違えてるよあの人。